皆さんこんにちは。キングオブキングニュースのお時間です。今回もゲストにキングオブキングス評論家生田修二さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速7月26日に行われましたキングオブキングス第4戦の試合を見ていきましょう。それでは生田修二さん、 VTR の振りをお願いします。はい、では VTR スタート。クリスの集めじゃねえよ。はい、キングオブキングス第4戦は当日の時点で吉崎選手が欠場し、ランキング1位に躍り出た川口選手と京都より参加されました今季初出場の藤原選手のカードになりました。立ち上がり1日を通して不調を訴え続けていた川口選手、決勝もなかなか流れを作り出すことができません。一方藤原選手は落ち着いたダースでしっかりと点数を削り、迎えた6ラウンド残り148をトリプル60、ダブル19、そしてインナーブルでアウトします。ブレイクからの2レッグ目、藤原選手からの先行ゲームになります。このラウンドも 0-1 と似た展開になり、川口選手らしいダーツがなかなかできることができません。対する藤原選手は変わらないリズムで川口選手をどんどん追い詰めていきます。こうなったらもう手がつけられない状態、トリプル19、トリプル15、そしてブルに入れ勝負あり、しっかりと腕を締め、レグカウント2対0とします。正面迎えた3レグ目、もう後がなくなった川口選手、このラウンドも不安な立ち上がりでしたが、少しずつエンジンがかかっていきます。内輪の展開が予想された5ラウンド目では藤原選手が17ベットを出しオーバーをします。カモエ。しかしその裏、6ラウンド目、川口選手の内幕返し、このままブルを締め、レグカウント2対1とします。そして4レグ目、テンション上げ上げムキムキになった両選手、1ラウンド目から素晴らしいダーツを繰り広げます。トーン80が出るなど、いきなりのシフトチェンジ。しかし先に上がり目を出したのは先行藤原選手、残り128をトリプル20、シングル11、トリプル19で締めまして、見事初優勝を飾り、藤原哲也選手に軍配が上がりました。キングオブキングス第4戦見事優勝したのは初優勝藤原哲也選手です。おめでとうございます。さあここで恒例のあのコーナー行きましょう。生田修二キル。はい、今回は残り2戦を残しまして、年間優勝争いが、激しくなってきているランキングをキングオブキングス評論家の生田修二さんに解説していただきましょう。それではよろしくお願いします。一問一答。はい、今回は残り第2戦となった、キングオブキングのポイント争いについて解説したいと思います。ここまでのポイントで川口選手、吉崎選手のポイントの取り方はさすがといったところだと思います。吉崎選手に関しては前回参加できなかったのが残念でたまらないんじゃないかというふうに思います。次に続く吉井選手、日和田選手のポイントの絡み方も注目してもらいたいと思ってます。また一発のある横田選手がどんだけ上位に絡んでくるかというのもちょっと注目したいところではあります。現在自力優勝の可能性があるのは、現在9位の2位の選手までとなってまして、彼は現在、プロじゃないというところもあって、まあどれだけ上位に最終食い込んでくるかというところも一つの見ものになるんじゃないかなというふうに思ってます。またアワードの参加資格がある16位圏内にいるギリギリの選手としては長尾選手、前回チャンピオン
なんですけれども、今当落戦場ギリギリということで、この辺のポイントはまた前後する可能性が大いにあるんで、そのあたりも注目してみていただければと思います。はい、ありがとうございました。もう川口選手なんかはもうね、シーズンの出だしから年間狙っていくよと、まあ、言ってましたけども、吉崎選手の欠場があってなかなか争いが激しくなってきたんですね。そうですね、まあ、ただ本人も調子はあまり良くないっていう風にずっと言いながらも、うん、まあ、前回なんとか準優勝というところまで来てるの で、ね、まあ、そのあたりどこまで粘れるか。なるほど、はい。まあ、またまあ5戦目始まりますけども、まあ、ランキングの中でもアマチュアが3名ほどね残ってますし、そうですね、もうキングオブキングならではというか、そうですね、一番面白いところがそこかなっていうふうに。プロフェッショナルばっかりが上を占めてるわけでもないよと。そうです ね、やっぱりその日一番飛んでる人が勝つっていう、その、そう、ね、まあ、単発勝負の醍醐味がそういうところに出てるのかなっていうふうに。大舞台ですよね、はい、ぜひ、まだまだねお時間ありますんで、あと2戦アマチュアの方でも出ていただいてはいかがでしょうかという。そうですね、もうここからはもうメンタルがどれだけムキムキでパキパキでいけるのか、いけいけかっていう、はい、そこだろう、注目していきましょう、はいはい、ありがとうございます。さあ、それでは、次大会キングオブキングス第5戦、開催日が10月の4日、9月ではなく10月の最初に行います。ゲーム内容はファットボール形式でいます。エントリーは現在も始まっておりまして、9月の3日からスタートしております。エントリー締め切りが10月の1日木曜日までとなっておりますので、10月1日木曜日、締め切り時間が締め切り日の1日木曜日の12時までとなっておりますので、お間違いのないようにお願いします。エントリー開始しておりますので、 Facebook で流れてますね、もう、はい、それをまた見ていただいてエントリーしてください。それでは恒例のあれで締めましょうか、菊田先生。はい、はい、お願いします。では今月も行きたいと思います。全国のダーツファンの皆さん、さよなら。クリスマスムラじゃねえ。